はい、どうも、津川事務所の山影勝です。音合わせの方で、前鉢のちょっと秘密みたいなことをお話ししたと思うんですけど、ちょっとそれを説明したいと思います。ちょっとね、これって、すぐにはできないので、なんとなくな感じで、まずは進めてってほしいなと思っております。それはですね、前鉢ですね、前鉢。いうふうに、一応ですね、僕の方では、解釈ではですね、前鉢って弱。で、後ろ鉢が強。弱、弱、強、強っていう。というふうに、アクセントをつけるっていう意味で。ただ、そのまま弾いてると、こっちを弱くしなくちゃいけないんじゃないかと思う人もいると思うんですけど、実は違いまして、バチの弾き方に秘密があります。これ、ちょっと分かりづらいかと思うんですけど、前で弾いてる2と3、2と2の糸と3の糸の中で、前バチはですね、弾いた時に、この親指が当たってます。はい、今日は分かりやすく、透明なバチの方を使ってるんですけど、ちょうど、弾いた後にピーンと音が出てると思うんですけど、弾いた後にバチ先が当たって、さらに親指が当たってるんですね。わかりやすくやると、わかりやすくやってもどうかな。ちょうどですね、当たります。当たった後に、親指が触れてます。で、この、キーン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 って音があるんですけど、それはですね、ギターやってた人だったらわかるかと思うんですけど、ハーモニクスっていうのを出してます。わかりやすくっていうか、こう、触れますね。ちょうど、この音なんです。なので、ここに当たってるわけですね。親指が。ここが当たってるわけです。これをバチが当たった時に親指に触れる。これ難しいんですけど、なのでちょっとミュートしてるって思ってくれればいいかなと思ってます。で、他の、奏者の方とか聞いていただければ分かると思うんですけど、もうすでに音合わせの時点でもうキーンと出てるはずです。これはすごく難しいんですけど、そこまでたどり着くまでなんとか、それに癖をつける。前鉢で親指に触れる。なので、当てやすいってところっていうところをまず探してもらうっていうところがポイントになってます。もう一回言いますね。弾きます。弾いた時にこの滑ったところで親指が触れてます。ちょうどここですね。ここに触れてる感じですね。僕の場合はいろんなパターンで親指の先だったり
いろいろしてます。さらに言うと、つけないで、親指を当てないで弾くパターンもあります。なので、バチをずっと握ってしまってると、そういう変化はできないんですけど、まず皆さんは、慣れていただいて、前はこっちだよっていう。っていう風にやっていただけたらなと思っております。はい、そうすると1の糸ですね、1の糸は次が行くようになってほしいですっていう感じですね。はい、本当にこれはすぐにはできないと思うので、毎日の5分間の練習とかでね、音合わせをする時とかは、これを意識しながらやってほしいなと思っております。はい、という感じで、ちょっと難しいかもしれないんですけど、ぜひチャレンジしてみてください。そうするとまたさらにかっこいい津川三味線が弾けるようになると思います。ということで、山影勝でした。頑張ってください。